君が行くなら一緒に行こうかな。開始まであと30分だ。もう一度全体の流れを確認しよう。お前の友達、緊張してるみたいだな。順番を変わってやってもいい。僕は最後なんだ。分かった気にならないでほしいね。暑いからさっさと帰りたいだけだ。リン君、間もなく出番だ。舞台袖に移動しなさい。はい、わかりました。あの子の足元に何か。あれは何だ。Thank you.
犠牲になった者のためにも俺は止まるわけにはいかない。名声も名誉もいらない。そんなものは虚しいだけだ。君に聞かせたい物語がまだまだたくさんある。勝利か。幸先いいな。動くな。ほう、俺の名前を知っているとは光栄だ。ならば未来の花嫁殿に自己紹介は不要だな。では早速本題に入るとしよう。俺は今すぐ婚約でも構わないが、お前はどうだ？何をしているんだ？呪術か？何も起きないようだが。さあ、俺と一緒に来い。お前にも言いたいことはあるだろうが、まずはお披露目だ。Thank you.
そうだ、お前は俺の後ろに立っているだけでいい。Thank you.